というわけで、はい、まあ取材今したんですけど、はい、もうめちゃめちゃ迫力よくて何やらね、これさっき言ったこうメンバーの一人がなんか、はい、ユニフォーム買ってるんだよね。ちょっと買ってるんだ。買ってる買ってる買ってます、この人、はい、初めて来て買ってるし。どうしたんすか。かっこよすぎて、選手たちが。なるほど。普通にファンです。ファンですか。ファンです。マジか。知り合い、会いました。会いました。会いました。石森選手が、僕が大学の頃の友達の友達で、はい、でまあ、そうなんですけど、いや違うんですよ、まだ地下にちゃんとあります。あ、あるある。ありますで、立正大だったんで、はいはい、オープン戦めちゃめちゃあるんですね、はいはい、で、僕、ユニフォーム忘れてしたのやべえってなった時に、貸してくれたのが石森。早速だったら2枚持ってたってこと。いや、別に寮にも寮に帰らせて。あ、寮に帰らせた。やばっ。持ってきてもらって、ありがとう。やばいっすね。まあ、話したんですけど、やっぱり武蔵はすごい環境が良くて、うん、やっぱり野球やりやすいって言ってました。あ、本当良かった。曜日だから、こっちで練習してんじゃない。ありがたいです。ありがとうございます。連絡したんですよ。はい。あ、入るんだ。お願いします。お願いします。夢夢夢埼玉で停戦してるだけある夢そうっすね。名前のご無沙汰します。ご無沙汰します。なんか通過見たんでね、はいはい、楽しみにしてたら上がってくるやつ。あ、今そろそろ1万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。初めてやった時5000人ぐらいだったからね。そうです、そうです。だいぶ全部で1万2000人もう、イルマシのスターになって。いや、さっきイルマシのスターだから。スーパースターです。スーパースター、スーパースター。隣町、隣町、所沢市。所沢市から。所沢リトルだから。そう、山口さん、山口さんの先輩で。そう、先輩です。はいはいはい。じゃあ今日お願いします。すいません、お願いします。お願いします。すいません、イルマシのスターになっちゃったから。スーパースターです、スーパースターです。あんな大きい声で。スーパースターです。はい、というわけでですね、たくさんのブースがあるのでちょっとブース紹介をさせていただこうかなと思います。食いしん坊さんと、ちょっと飲食もあるんで、ちょっと僕らは食いしん坊関係なんで、ちょっとこれこれ見せつければ多分いいと思うんで、ちょっと足んないっすよ、まだちょっと足んないっすよ、まだフォルムが、フォルムがフォルム、フォルム、今101ぐらいあるの。おぉ、重たい。まだ82、3ぐらい。まだまだっすね。まだまだ行きますか。じゃあ行きますか。さあ、いろいろありますけど、どうします。うなぎ、うなぎの、ワカサギの南蛮漬けがあります。すごいっすよ、ね、ワカサギの南蛮漬け。ワカサギの南蛮漬け、いらっしゃいませ。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。さっぱりして美味しいですよ。食べてみないと分かんないじゃないですか。実食ですね。はい、めちゃめちゃうまそうですね。チーズインすれば何でもうまい。食います。そば以外はできる。そば以外できるって。うざ。はい、美味しそう、美味しそう。はい、ありがとうございます。マジうまそう。めっちゃうまそう。で、これめっちゃ入るんですか。200円、半分くらいまで。やばっ。なんで、なんで。よく書きましょうから。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。はい、似合わない、似合わない。楽しい、楽しい。さっき疲れ待ってます。疲れ待ってます。おにぎり待ってます。おにぎり。まあ飲めないけど。飲みたい。両手塞がってるから。頭きつい。ちょっとな、めちゃうまいっす。動画消すから、動画消すから、動画消すから上げられないな。今日2個ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。炭水化物やった。炭水化物。チーズイン焼きおにぎりです。やば。
どうするスムージー？スムージーいいっすね。何スムージーがいいっすか？ベリー&ベリースムージー。確かに。お前だけか。グリーンとベリー、イエロー。ベリー、イエロー。何それ？どうぞ。コーヒーやってもらって溶かしてから飲んでください。これがいい。これベリーですか？じゃあベリーベリー2つでいいですか？はい、ありがとうございます。ツーベリーベリー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 。体に優しそうですね。体にです。あと美容にも。美容にずれ。これ以上かっこよくなっちゃっていいんですか？しゃあ。すごい上手。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、かっこよくなっちゃう。YouTube で。一応ね、これトーク使うか分かんないですけど、一応喋ってきます。結構あるんですよ。ピザなんてあるからね。ピザいいっすね。出てくる。私がカレーパン。カレーですね。カレーだ。ペーペー使えるよ。え？ペーペー使えるよ。向こうはザだ。ザ。そう。焼き鳥だ。お弁当、焼きそばとか。そう。はい、ここからお二人が喋らなくなってしまったので、両兵がナレーションをいたします。この日は日月さんの冠時代ということで、たくさんの日月さんのブースがありました。ブースの数すごいですよね。システムキッチンや、これはなんだ、給湯器か、給湯器などガス会社さんならではのブースがありましたね。もしかしたらエアコンとかもあったかもしれないですね。 UD トラックス上尾スタジアムって地方球場の中では大きい方なんですけども、その大きさをふんだんに使ったイベントをやっていますね。はい、車の鈴木さんは電気自動車を展示しておりました。少年野球軍団の前には縁、そして球場には珍しいお寿司屋さんもありました。そしてまさかのバルまで。フルーツポンチを購入したお店ではチキンが有名なようです。そしてホットひき、コーヒー販売も。もちろんグッズも販売しております。こちらでカイト君はユニフォームを購入いたしました。埼玉武蔵ヒートベアーズはただいまファンクラブ会員を募集中です。いろんなランクがあるので入りやすいかなと思います。グッズはかっこかわいいものがたくさん。試合観戦のお供にぜひ購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではショウヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。
2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。